はい、どうも秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。今回は、明けましておめでとうございますということで、新年一発目のフェガムスポーツ第292回ということになります。まあ明けましておめでとうございますですね。まあとはいえ、今回のテーマは12月28日土曜日の JRA 開催の予想動画を上げた分ということになります。ホープフルステークスの方はフェガム TV メインチャンネルの方でね、上げた動画ってことになるんですけども、まあ、この3レースをチェックして結果をね見ていきたいと思います。まずベテルギウスステークスなんですが、1着ワイルドカード、2着スマハマ、3着デザートスネーク、4着ダンツゴーユーというような結果になりました。まあ、馬券的には3着抜けということでね、惜しい結果になったわけなんですが、まあ、落ちに行ったってね、1番人気のスマハマが2着、2番人気のワイルドカードが1着、まあワイルドカードの方はネット競馬想定の時点では3番人気でね、まあ、想定2番人気だと何だったか、まあ、忘れたというか、ここにデータ入ってきてないけども、まあ、それが負けてくれたというあたり、まあ、しっかり分析できたし、まあ、2番人気に上がってたってあたりね、みんなその分析は簡単にできたよってことだったりするんですけども、まあ、一応ね、ここら辺はピシッと印を打てたと。で、まあ、特注打ったダンツゴーユーがネット競馬想定7番人気、最終5番人気で4着ですから、まあそこそこ頑張ってくれたなと。まあその間のデザートスネーク、これが問題ですね。関東馬でね、まあ JRA のダートの傾向で言えば、関西馬の方が関東馬より強いという傾向がある中での関西のレースに関東の馬が遠征してきて3着。よっぽど自信があったんだなと。ただね、もうこの調教した軽量、まあ、常にね、自信のあるようなコメントばっかりしやがってね、それでは結局来ないみたいなことも多い調教師ではあるだけに、まあ、その自信もなんぼのもんじゃいというところと、あ、やっぱまたやられたというような感じとね。まあそんな感じなんですが、まあ JRA の関東の調教師で、ダートでは、積極的に遠征して関西でも通用するし、逆にダート馬をね、芝で走らせてなぜか結果を出す。家の手相度だってね、スパイツタウン3区といえば、まあ、今でこそね、モズなんちゃらっていうのが活躍してますけどね、もともとはダート種牡馬として知られてたと。ダートを中心に短距離で活躍する種牡馬だったのを、武井良厩舎の家の手相度が活躍して以来、芝でもよく見かけるようになったというような傾向があったり、サウスビグラスに至ってはここ6年ぐらいで芝で1勝しかしてないみたいな時があったんだ時になってるんですけどね、まあ、そのサウスビグラス3区過去6年ここ6年での芝の唯一の勝利が武井良厩舎だったりして、まあ、芝ダートこだわらない使い方をして結果を出している厩舎、そしてダートでは関東の調教師ながら関西でこうやって結果をたまに出して、ね、穴を開ける調教師と。いうことでね、なかなか結果を出している調教師なんでね、これからも注目していきたいなというふうに思っております。まあ、そしてファイナルステークスの方はね、こんな感じでめちゃくちゃな結果だったんでね、まあ一応印を打った馬の中での最先着杉のボール系の特注の馬だったってあたりは、まあ あとはね、印打った馬が外枠に集中してしまって、そして外枠の馬はね、全部潰れるような結果になったっていうかね、全部来てないということは、まあ、そういうことっていう感じなんですけども、まあ、そうすると読んだ展開にならなかったってだけでね、まあ、ならなかっただけということにしておきたいところです。まあ、そしてホープフルステークスの方行きましょう。1着がコントレイル、2着ベルトライゼンデ、3着ワーキア、4着ラインベック、5着オーソリティと、まあ、5番人気までが掲示板を独占するというね、5連覆だったら1点で逆に取れるような結果でしたね。まあ、そしてその中でまずは注目してみたいのはこちらコントレイル。まあ案の定って感じでね、史上初めて暮れの中山の芝2000の重賞勝ち馬が、まあ、もしくは阪神でもいや、まあ、暮れの芝2000の方 のウィーナーが、朝日杯フューチリティステークス、朝日杯山菜ステークスの勝ち馬を出し抜いて最優秀2歳馬を取るんじゃないかなってぐらい強い勝ち方でした。まあ、タイム指数的にも阪神 の朝日杯フューチリティステークスを勝った、なんだったっけ、まあいいや、こんなところで詰まってる暇なんだ、朝日杯フューチリティステークスを、の勝ち馬と比べてもコントレイルの方が、まあ、タイム指数もね、もともとの評価高かったですしね。まあ、そうなってくるとね、このレースの勝ちっぷりを見てもコントレイルの方が評価が上じゃないのかなっていう感じでね、まあ
んで出てこない、ドアスレってやつですけど、まあ動画の尺もあるんでこれぐらいにして、でまあつまりね、あのやっぱりあのそういう指数の評価っていうのが役に立った。まあそしてですね、この暮れの4レース、2歳のオープン特別以上の競争が4つあったんですけどね、阪神ジュベナイルフィリーズ、朝日杯フューチュリティステークス、クリスマスローズステークス、そしてこのホープフルステークスと4つあったんですが、4つ全部ね、ネット競馬での指数1位の馬が勝ち上がってますからね、タイム指数っていうのは非常に当てになる指数だなと。特にまあ2歳戦でまだ対戦がない、まあ、そして適性もはっきりしてない代わりに、これからまあ条件戦そのまま賞金稼げずに走る馬から G1 までレベルの格差が激しいというレースだけに、あの2歳戦でこそタイム指数は優秀、あの有効だなというような感じでね、まあ、逆に小馬条件戦でこそ決闘論っていうのは有効なのかなっていうところも含めてですね、まあ、そういったところをチェックしていきたいなと、まあ、あとはね、狙ってた馬が思った通り走ってくれなかったり、僕結構ボコボコの結果だったんで、まあ、コントレールだけ注目してですね、まあ、そうするとね、あの来年以降注目すべきなのはコントレールの方なんじゃないかなということでね、あのダービー馬というところまで僕はね、あの見ていると、まあ、サリオスでしたっけ朝日杯フューチュリティステークス勝ったのサリオスだったね。まあサリオスと比べても指数的には上位の馬ですから、最優秀2歳は取るべき馬だと思っております。以上ハッチーでした。